令和2年台風第22号は2020年11月に発生した台風。新緑11月8日15時にカロリン諸島で熱帯低気圧が発生。フィリピン大気地球物理天文局は同日20時にフィリピン名ユリシースと命名した。熱帯低気圧は9日15時にフィリピンの東で台風となりアジア名バムコーと命名された。 その後、合同台風警報センターによって、同日18時に熱帯低気圧番号 25W が割り当てられている。台風は11日9時に強い勢力となり、12日3時にルソン島に上陸。上陸後は強い勢力ではなくなり南シナ海に抜けた。13日18時に再び強い勢力となり、14日6時に非常に強い勢力となった。 その後は勢力を落として15日18時にベトナムに再上陸し16日0時にラオスで熱帯低気圧に変わった。台風が上陸したフィリピンでは新型コロナウイルス感染症のパンデミックが長引いているのにかかわらず人々は避難を余儀なくされた。ルソン島では2009年の台風16号に匹敵する水害が起きたという。 フィリピンの人的被害は67人が死亡、12人が行方不明となった。ベトナムでも5人が負傷した。ありがとうございます。